皆様こんにちは。ナビゲーターを務めさせていただきますフリーアナウンサーの福田富貴子です。今回のレクチャーのテーマは人が集う場、建築家の藤森照信さんにお話をお聞きします。どうぞよろしくお願いいたします。藤森さんは江戸東京の歴史や文化を保存伝承する江戸東京博物館の館長も務めていらっしゃいまして、今日はその館長室にお邪魔しています。実はこちらには越前福井藩士の大名屋敷の展示もあるんですよね。割とやはり福井藩っていうのはね、大事な、特にあの江戸にも大きな影響をね、まあ明治維新の時も与えますけども、まあそんなことで縁がありました。そういった展示もこちらでは見られるんです。さあ、それではまず私の方から藤森さんのご経歴を紹介いたしましょう。藤森さんは長野県のご出身で現在74歳。日本の近代建築史をご専門に長年研究活動されてきましたが、45歳の時に建築家としてデビュー。その唯一無二の建築スタイルは業界のみならず、また国内海外の多くの人たちを魅了しています。福井県の近くでしたら、滋賀県の近江八幡市にあります、はい、ラコリーナ近江八幡をご存知の方もいらっしゃるかもしれませんね。文字通り一面青々とした草で覆われた建物、草屋根なんですけれども、おととしの日本芸術院賞も受賞されています。このレクチャーはその福井県の方々に向けてのものなんですけれども、藤森さんのこのそもそも福井県に対するイメージってどんな印象でしょうか。冬のね、本当に雪のある時は1回しか行ってこない。その時はやっぱりびっくりしました。はい、雪国だな。雪国で、それ以外の時は、まあ日本海のね、美しい、はい、すごい山が迫った。そういう印象がありますね。うん、何度くらい福井には行かれたことがあるんですか。数えると10回以上は行ってんじゃないかな。割合建築の用事が多いんですけど、はい、建築見るたり探したりするってことで回数多かったですね。うん、こう特にこの建物は素晴らしかったなっていうのありますか。今建てのね、はい、大滝神社が非常にこう強い印象に残ってますね。それともう一つ千光の家っていう、はい、坪川さんの家ですね、はい、あれだけのもの茅葺き屋根ってのはめったにないし、うん、それから大滝神社の本当にくねくねしたのは、ね、波打ったような、よく作ったなと思いましたけど、やっぱ、屋根への思いが強いっていうのはきっと雪人の特徴だと思いますけど、とにかく屋根でね、雪を耐えなきゃいけないですからね。藤森さんの建築、私さっき唯一無二っていうふうに表現しましたけれども、うん、独特のこの建築美があると思うんですね。うん、例えば草だったり石だったり土だったりっていう、うん、本当に自然のあふれているイメージなんですが、なぜその自然の素材を使おうというふうに考えられたんでしょうか。一番大きくは私自身にとってものすごく子供の時からね、はい、田舎の子供で育ってますから、自然と接しながら育ってましたから、うん、そういうことが大きいんですけど、ただそれだけだとね、伝統的なものはだいたい自然中心ですけど、うん、じゃなくてやはり現代建築のこともよくちゃんと理解していて、うん、それでだから、あと現代建築の現代的な技術もすごく高く評価していて、はい、だからそういう現代的な技術を骨組みに使って、うん、その上にこう自然の素材をかぶせるっていうかね、うん、私の言葉で言うと科学技術に自然を包むとか、はい、自然を着せるって言い方するんですけど、うん、そこがね、あんまり一般にそういうことをやった人がいないんですよね。うん、それからあと最初に作った作品を作るときに、それが私の生まれ育った村の神社、はい、非常に古い伝統的な伝統を残している神社で、そこの博物館だった、はい、ですから、それをね、現代建築でやるわけにいかないっていうことから、
そうすると周りの環境とか壊しちゃう。ただ博物館だから重要文化財入れるためにちゃんとした現代建築の構造はコンクリートとか鉄を使わないといけないんです、うん、ですからだから骨組みその矛盾をね現代の博物館としてちゃんと現代の技術で作るということを前提に今の博物館は決まってますから、それと周りの環境とか歴史に合わせるっていう、うん、まあ、そこの矛盾をどう解決するかということで骨組みは科学技術、あ外側は自然という、まあ、そういう作りを分けたんです。じゃあその仁朝館守谷 の、 その資料館を作りになったって、はい、それがまずご自身にとっても大きな大きい、だってそれまで、ね、あの歴史の先生でしたからね、あ歴史しかやってます。で45歳で田舎の資料館を頼まれて、うん、で引き受けてやったのがデビューですからね、はい、まあ、ただその自然で、まあ、包んだとしてもその自然の包み方っていうのももう本当に独特なイメージなんですが、まあ、そこはね、独特なんですけど、一応こう自分でやりながらルールみたいのがありましてね、はい、世界の日本を含めて世界の歴史的などれにも似ちゃいけないっていうのがある。真似をしない。真似というかその似ると、はい、例えば日本の何かに似ると歴史家だからって言われるし、でやっていくとね結構似たようなものが出てくるんです。するともうそこで設計やめて違う方向、うん、これはヨーロッパのにも伝統的な木造建築といろいろありますから、そういうものにこう似てくる時があるんですよね、はい、でもそれはもうそこでやめる。似ない。だからなかなか最初のうちは大変でしたけどね。じゃあそういうところから、じゃあ例えば屋根にご自身 の、はいはい、ご自宅もタンポポハウスと言われてますけれども、はいはい、上にこうタンポポを植えられたんですよね。そうそう、最初植えて今他の草はなってますけど、はい、まあ、それは自然素材ともう一個自然を直接建築に取り込みたいっていうのがあるんですよね。建築の緑化っていう、はい、タンポポハウスは建築緑化の私の第一号ですけど、はい、まあ、失敗ですけど。失敗なんですか？もう管理が大変で最近もう直したばっかりですけどね、はい、もう直してはうまくいかず直してでもやってますけどね、うん、こう第1号がタンポポハウスで、はい、その後いろんなところにも繰り返しでも繰り返し実験をして、うん、で最近は割と成功もするようになってきましたけど、はい、でも地元で作られた例えば茶室、はいはい、高すぎ庵と低すぎ庵でしょうか、はいはい、あれにしても本当に不思議な見たこともないようなものですけど、どこからそういう発想が生まれるのかなと、ね、子供の頃からね、今みんな好きですよね、木の上の家とか男の子は特にみんなね、はい、ああいう真似事して遊んでましたから、うん、そういう感じはありますよね。小さい頃からのちょっと夢のようなものを具現化したような形ですか、ね、うん、そうそう、だからね私の場合割と子供といっても少年っぽいイメージでやってるんですよ、はい、それをね女の人たちが割といいって言ってくれるっていうのは本当にびっくりした。うん、それはねええー、と思った。で可愛いって言うでしょ。あ、可愛いです。もう本当にびっくりした、うん、もう俺に可愛いって言うなって感じだったでもあれなぜ茶室だったんですか。なんかこう ちっちゃいもの自分で作るっていう前提がありましたから、はい、やはり小さくないとダメなんですよね、うん、で自分で作るためにはすると茶室っていうのは一番世界で一番ちっちゃくてちゃんとした建築なんですよね、うん、ただ茶室そのものを作りたいわけじゃなくて、はい、ちっちゃな空間を作りたいっていうのがあるんですよね。小さな空間っていうのはそれこう何かね、やっぱ建築の基本って言いますかね、うん、ああいう4畳半っていうのは日本建築の基本の間取りで、はい、あれがこういくつか集まってもっと広いものができてくるんですけど、なんかそういう建築の基本を作りたい、あるいは基本をの場でいろいろやってみたいっていうのは強くありますね。
ただその基本でありしかも伝統の茶室でありながら、はい、高杉庵にしては本当に高杉ですし屋久杉庵にしては土の中です埋まってるのかあれはなぜなんですかいやあのね極端が好きっていうのがあるんです。あそれはね、はい、やっぱり同じやるなら極端がいいなっていうのがある、うん、伝統的なものであってはいけないんですか。あんまり興味がないんですよね。伝統的にもちろんあのものすごくこれ勉強したりこう栄養にはしてますけどそれをわざわざ現在の私がやろうって気はない、うん、なんかやっぱ新しいことへの関心が強いんですよね。ただ伝統っていうのは誰かがちゃんと守ってないと、はい、あのやっぱそこから新しいものは出ないんですよね。あのだから茶室がなかったら私はこう自分の新しい茶室を作るってことはなかったと思う、うん、あれ茶室があるからあれでこう基本的なこういうことがあり得るんだっていろいろ勉強になりますから、はい、伝統的でありながらでも今のそうそうアイデアを生かす言うは安く行うは難しという典型的なことですけどね、うん、ああそういう意味で例えば今回あのオリンピックパラリンピックのためのパビリオン東京で、はい、最新のご案という、はいはい、これも茶室ですよね、はいはい、やはり今その藤森さんにとってその茶室という小さい空間が本来ならば発信した人たちの形だったんですか、はいはい、まあそうですよね。あのちっちゃなもので充実したものっていうのが世界ではない、うん、茶室にはないんですよね、うん、でちっちゃくて充実した建築っていう、まあ、極小の建築で、はい、なおかつ魅力的だっていうのをあの発信したかったんです。で建築緑化もただこうピラミッドみたいに上にやりたいわけではない、うん、あの種屋さんだと必ず地面だとちょっと切ってるんですよ、はい、これでピラミッドのところに窓が開いてるあれがすごく大事な点であの山とはやっぱ違うんです、うん、緑の丘とは、はい、やっぱ中半分くらい建築なんですよね、うん、そこが私にとってはすごく大事な。だから緑を見せるんだけどちゃんと普通の緑とはやはり違う、うん、建築の中の緑というかね。でそれを窓とかあるいは窓っていうことはそこの中に人がいるっていう意味ですから、うん、で地べたから切るってそれはやっぱり人工物だっていう。だからその人工物でありながらなおかつ自然を取り込んでるって、まあ、その辺の微妙なバランスをやるんだけど、まあ、そこはすごく苦労はするんですけど、だけどね、じゃあそういう判断をどうやってやってるのかって言ったら、おそらく長い経験の中で、あるいはこういろんなものを見てきた中で身についたこう目みたいなものがやってんだろうとは思いますけどね。確かにおっしゃるようにまるまる自然っていうよりはそこに住まう人がいたり、うん、行き交う人がいたり、うん、そこのこのグラデーションのようなものっていうのはあの感じられるものじゃないとまるまる自然になってしまいますよね。そうそうそう、だからそこはなかなか難しいところですよね、うん。それとあのそういうことってやるとね、自然を取り込むとか結構ね美的にはねバラバラなものになる、うん、相当あのいっぱい世界中山本見てますけど、はい、そういうことやる人たちもあの普通の方でいっぱいいますがあんまり美しくないんだよ、うん、最後は美しくしたいってのがあるの、はい、そこはねちょっとあの違うのかなって、うん、自然でありながら全部自然ではなくそして美しくっていう、そこの美しくっていうのがなかなか難しい、はい、ありがとうございます、今回は建築家の藤森照信さんにお聞きするレクチャーですけれども、まずは前半お聞きしました建築理念そしてその発想の源などについて語っていただきました。藤森さん一旦ありがとうございました、はいはいはい、続きは後半第2部をご覧ください。またデザインコネクトレクチャーでは皆様からのアンケートを募集しています。今後のより良い授業内容の参考にさせていただきますのでぜひご協力をお願いします。画面に表示されていますアンケートフォームより投稿をお願いします。